ずいぶんと時間がかかりましたね。待ちくたびれましたよ。記憶の数はそう多くありませんし、案内人をわざわざ手配したのに、どうしてそんなに時間がかかってるんですかね。おや？驚いてます？すみません。サプライズでもと思いまして。まあ、少しやりすぎたみたいですが。あなたは誰ですか？どうしてみんなそう聞くんでしょうね。私はあなたたちの委員長ですよ。同じ姿じゃありませんか。くそ、どいつもこいつも。確かにあんたは委員長そっくりだけど、委員長はこんなことしない。そんなの、結局は慣れの問題だよ。ほら、彼女たちはあなたの方がいいみたいですし、あなたから説明してあげてください。余計なことは言わないように。あ、キアナ、ブローニャさん、元気でしたか？委員長。余計なことは言わないようにと言ったでしょ。公平に競うんですから、不正は許しませんよ。ほら、私たちの正体を教えてあげればいいんです。私は、キアナと共にいたあの都政の羽で、彼女は、オットーに殺された負荷です。微妙に違う気がしますけど。まあいいでしょ。委員長に何をしたの？まったく、何ですか？少し休んでもらっただけですよ。ブローニャは、あなたを信じません。なぜです？あなたの企みには何か裏があると、ブローニャはそう思います。どうして偽りの退去山を作ったんですか？どうしてブローニャたちに委員長の思い出を見せたんですか？それに、
どうしてあのお姉さんの姿でプローニャたちを騙したのです。こんな遠回しなことせず、堂々と姿を現すこともできたはずです。一つ、退去山は偽りではありません。あなたたちの意識に合わせて少し修正を加えただけです。私の考えたシナリオも多少入っていますが、正真正銘、本物の退去山です。二つ。あなたたちに私のことを理解して欲しかったからです。昔の私は無口で、他人に多くを語りませんでした。その結果、多くの過ちを犯しました。だから私は反省し、正直でいようと思ったのです。過去の失敗、過ち、固執、全部あなたたちに見せるようにしました。そうすれば、公正な審判を下してくれると思ったからです。審判。そして三つ目。わかりませんか？演出のためですよ。私自ら案内していたら、せっかくの物語もオチがわかってしまうでしょ？ちょうど私の頭の中に封印された人がいました。原因は覚えていませんが、彼女は完全な記憶と人格がありました。あなたは間違ってます。だから使いました。できるだけ彼女に自由を与えました。これが演出です。あなたたちも見抜けなかったでしょ？でも、なんで？プローニャたちをこのように貶めた目的は、一体何ですか？貶める？いつ貶めましたか？あなたたちは傷つきましたか？危険な目に遭いましたか？すべては私の手のひらの上であり、問題が起こる可能性なんて微塵もありませんでした。なのに、あなたたちは敵意を私に向けるんですね。惑わされないでください、キアナ。彼女はブローニャたちと一緒です。うん。それに私たちは、委員長を取り返さないと。え？私と戦うつもりですか？いいでしょう。拳で話し合いましょう。軽く手ほどきしてあげます。おとなしく位置につきました。へえ、深
完全な律者なんだ。なるほど。力を抑えて自分が制御できる範囲で戦っていると。よくできてるね、キアナ。ほら、崩壊に負けないようにしないと。ベルトがコアをあなたに渡したんですね。自分と同じ惨めな人生をあなたにまで歩ませるとは。このコアは手放した方がいいですよ、ブローニャさん。審判の時は来た。半人前の律者が手を組んだところで結果はこんなものです。まああなたたちが弱いのではなく、私が強すぎるせいです。隙が全くない。都政の羽の力すら使ってないのに、このざまですか？嫌な、ブローニャさん。これが私の実力です。わかりました。どうすれば。静かに、私です。彼女はこの状況を喜ぶあまり、まだ私には気づいていません。キアナ、ブローニャさん、よく聞いてください。やっぱりそうだったんだ。あの力の源はほう。もう終わりですか？それが賢明です。あなたたちとは話がしたかっただけですし。彼女の体は私のものです。私の記憶に律者人格が混じったせいで、彼女は自分のことを私だと思い込んでいます。ん？何をしてるんです？キアナ、委員長と対策を練ってください。ブローニャが時間をかけ、重装ウサギライドオン。まだやるんですか？それで、キアナはおしまい？キアナの方が賢かったみたいですね。いいでしょう。票が割れるのは嫌ですし、審判に二人は多いと思っていたんです。それに、あなたのことはよく知らないですからね。せいぜいそのバイクで満足いく。全武装展開。
よく聞いて、キアナ。ブローニャさんでもそう多くの時間は稼げない。もし相手が戦いに飽きたら、すぐに私の存在に気づくはず。彼女は私の全盛期だった頃の力だけでなく、律者の力も持っている。力だけで勝てるような相手じゃない。この状況を打破するには何か作戦が必要だ。どうすればいいの？彼女を疑えばいい。疑う？彼女は自分が何者であるか疑っている。そして自分こそが本物の負荷であると信じ、負荷であろうとしている。それが彼女の行動理念。けど実際は生まれたばかりの子供なの。彼女には善意と理性があり、まだ崩壊に全てを飲み込まれてはいない。自分が本物ではないと理解したとき、彼女は自分の正体を理解する。そして彼女は動揺し、律者の力をうまく扱えなくなるはず。その一瞬の隙こそが私たちに残された唯一のチャンスだ。でも彼女を壊すことが目的じゃない。気をつけて、キアナ。彼女を崩壊の深淵へと落としてはいけない。あとは任せました。任せました。おかしい。ブローニャさんは頑固者め。そう邪険にしないでください。へえ、いたんですね。もちろんです。うっかりあなたのことを忘れていました。まさか逃げてたんですか？逃げていませんよね。私の考えすぎですよね。
ずっとここにいたじゃないですか。ならいいです。ありがとう、キアナ。私のこと信じ、気を失ってる。油断したからさ。第一律者の力はそう簡単に制御できるものじゃない。あの男たちがどうなったか知ってるでしょ？ほら、あなたがいれば十分なんだから。簡単な話なんだ。私と彼女。お互いの意見が衝突してるから、どっちが本物の負荷だと思う？あれは、委員長の体を乗っ取った律者。まだ崩壊に操られてない。委員長を助けるには、本物の委員長は、律者に抑え込まれてる。委員直感で判断してみて。この強くて勇敢で理性のある負荷が本物？それ、私は、どうして彼女を選ぶの？不公平だと思う。ふっ。世の中公平なことばかりじゃない。で、あなたは何が不公平だというの？どちらが本物か判断してほしいって言われたけど、あんたのことは何も知らない。委員長の過去をたくさん見せて、自分は生まれ変わったって言ってたけど、あんたのことを知ったわけじゃない。私が知ったのは、あんたが大巨山で罠を仕掛けて、私とブローニャちゃんを貶めたことだけ。そんな状況で公平な判断を下せるわけない。確かに言う通りだ。彼女を選ぶものだと思ってた。先入観というものは何よりも厄介だし。けど、うん。キアナの言う通り、これは私が悪い。先に自己紹介すべきだった。少なくとも、私とあの頑固者の違いを知ってもらわないと。
起きてください。寝すぎですよ。あなたは？私はあなたの井戸です。最も原始的でありのままのあなたです。ちゃんと思い出して、あなたは。ここはあなたが律者として目覚めた場所。過去の私との違いを見せるには、あなたに体験してもらうのが一番いいからね。そうでしょ？ほら、過去の私はオットーに惑わされ、彼の代わりに悪いことをたくさんしてきた。理由は助けてくれた恩と火種計画への執着心。でもよくよく考えたら、火種計画って本当にそんな大事なものだった？いや、そんなことはない。人類を自由に成長させることが必ずしも悪い結果につながるとは限らない。困難があればそれを克服する。人類はそうやって成長してきた。そうでしょ？火種計画は所詮メイ博士の傲慢が生み出したものなの。助けてくれた恩に関しては別に彼の助けがなくとも対処ができた。何か言いたいことがあったら言ってくれていいですよ。ちょうどキアナもここにいますし、補足したければご自由にどうぞ。過去の話はもうやめましょう。でも、あなたは過去に生きてる人なんでしょ？この私は未来、希望、勝利のために他人の計画を執行してきました。理由も結果も問わずにね。この道を歩けと言われたらそれに従い、考えることをメイ博士やオットーに丸投げした。でも思考を放棄するということがどういう意味だか分かります？それは責任から逃げてるんです。ですが私は逃げません。今回の復活をきっかけに私はいろいろと考えました。今の私はあの男の言いなりになったりしません。リタ、彼女は天命の忠実なしもべです。信じられます？
技術が進んだ今でも、彼女は毎日誰かのために洗濯や、今もその正体がわからない。彼女には本当に自分の心があるんでしょうか？オットーの周りにいる人間にはそういう節があります。考えることをやめているんです。位置につきました。敵に優しくすることは自分の首を絞めること。昔のは、の差は一目瞭然でしょ。でも委員長は私たちを守るためにリタと…それは変わり身が早いだけのこと。私は違う。私は常に周りのことを考えてから叩く。それに過去の私には悪い癖がある。何をするにしても迷う。解放すると決めたのになぜ最初に捕まえるのか。私ならそんなことしない。これが何をするにしても私は最後まで貫く。決して自分の選択に。本当に？当然、人は自分の選択に責任を持つ。私は過去と同じ。じゃあ、あの時あんたがあの場にいたら、うん、何があったかは知ってるんでしょう。第二律者の意識が私を打ち破った。あの時の私は世界にとって最大の脅威だった。あんただったらどう対応したの？これ以上ない返しだ、ギアマネ。この人の性格なら多分。ええ、私なら迷わずあなたを殺すでしょう。もちろんあの時の私は今よりもずっと弱かった。しかし第二律者は完全な状態ではなかったし、全力。キアナ、責めないでほしい。あなたが意識を取り戻せたのは奇跡に等しい。次は同じ結果になるとは限らない。律者に優しくしたことで支払った代償を世界はもう破…人類が律者の力を制御できるようになるとは思わないの。律者になってしまったらもう、はい、
愛で律者に勝つ。オットーもそう言っていた。けど私は信じない。いや、信じないんじゃなくて、わからない。わからないんだ。とにかく、私ならその場で、全力で律者を倒すことを選ぶはず。危ない橋は渡れない。渡りたくない。わかった。それで私を倒した後、あんたはどうするの？倒した後？その後。オットーという過ちの根源を消す。大したことはない。彼は所詮名博士の道具に過ぎない。メイ博士の足元にも及ばない。そんな奴が世界を手玉に取り、何年も私を欺いてきた。彼なんて別に大したことないんだ。そうだった。彼は都政の羽の模造品を作り出せるんだった。国番署へ。くそ。私が作った元凶なのに、リアルを追求するあまり、奴にしてやられるなんて。おっと、このくせに。残された力は微々たるものだから、私にできるのはこれくらい。キアナ、うまくいってる。
最後でしょうね。みんな。準備できたよ。どう？キアナ、これでいいでしょ？あんたの強さはもう十分理解したよ。何か含みがある言い方みたいだけど。うん。だって、それは敵として、戦士としてのあんただから。研究室で、私は委員長と一緒に過ごした。委員長の優しいところをたくさん知ってる。あの時、委員長は体を失って、力もあまり残されていなかったけど、それでも私を助けようと手を貸してくれた。もしあんただったら、どうしてた？もちろん私もできるだけあなたを助けるよ。でも、体のない自分を想像するのは難しい。今の私はこんなにも強い。そんなことはもう二度と起こらないから、安心していいよ。その光景を再現しましょうか。また出てきましたか。無視して話を進めてたのにいきなり話に入ってくるなんて。まあいいでしょう。力
を貸してあげますから、再現してみてください。ここは？上条製薬、ヨルムンガンドの隠れ蓑である医療機関です。私とキアナはとある情報を手に入れるため、ここに潜入しようとしました。潜入ですか？大得意ですよ。都政の羽の力を使えば誰にも気づかれず自由に行動できますからね。さあ、キアナ、やってみよう。こいつ、人間じゃない。力が効かない。あんたのせいで気づかれた。大したことない。全部倒せばいい。潜入とはつまり誰にも知られないことだったら、みんな、そんなの大したことない。ヨルムンガンドの雑魚と戦うのは別に初めてじゃない。すでにケジャッカルとかいうやつもここにいたんでしょ。彼女を出してみたら。彼女のことだ。全然相手にならない。力が弱ってた。ごめん。そうしたかったのは山々だったけど、弱いふりをするのは苦手で。弱者の気持ちがあんたには理解できないの？そういうわけじゃなく、そもそも私は弱者になることを望んでない。そういったところが、あんたと彼女の一番の違いかもね。うん、そうだろうね。過去の私は強い力を持っているにもかかわらず弱者だった。でも今の私は違う。邪魔者が誰であろうとも、私はそいつを排除する。欲しいものは必ず手に入れるし、思い通りにことが進まなければ私の思い通りに変えてみせる。
を持ってるから使うの？私の知ってる委員長は、スカは、弱者の気持ちを理解できる強者だった。だから、私は彼女じゃないと言ったでしょ。私と彼女、どちらがより優れているのか考えてほしい。あんたは不可じゃないって、そう言いたいの。私は不可だ。でも、私は変わった。どうしてあなたたちは過去にすがる？私の何がいけない？彼女が何かを成した？何もできてない。何をしても失敗、失敗ばかりだった。私なら成功する。それが何だろうとも。オットーを殺せる。ケビンにも勝てる。どうして新しい私を受け入れてくれないの？それは、確かにあんたは委員長よりも優秀で、強くて、敵にだって勝てる。過去の委員長よりもすごいかもしれない。そうでしょ？けど、それは私たちの委員長じゃない。相手を間違えてるよ。あんたの目の前にいる私たちは、あんたが軽蔑するあの不可と日々を共にしてきた。私たちは友達だったんだから。彼女がどんな人だろうと関係ない。どんな人になろうとも関係ない。私たちが好きなのは、あの不可。あの不可だけ。私たちの委員長だけなの。あんたが彼女の存在に変わることなんてないよ。それが答え？あなたの答えってわけ？あなたは、彼女がいいの？彼女を選ぶの？私は不可じゃないって。彼女こそが不可だと。それがあなたの答え。バカ！アホ！マ
最初から決まってたんでしょ。私のことを真剣に考えず、初めから眼中になかった。彼女だってずっとあなたを助けてた。あなたたちは真剣に考えてたのは私だけ。こんなの不公平だ。いいでしょう。あなたが望む不可を返してあげる。彼女がいいんでしょ。どいつもこいつも彼女がいいって言うなら、お望み通り返してやるよ。キアナ、律者の束縛が消えた。ええ、けどあなたももうすぐ死にますけどね。力を分け与えはしない。私の他にあなたを助けられる者はいない。死ねばいいんです。そう、死ね。みんな死んでしまえ。私のために力を使わないで、キアナ。それはもっと大きな脅威のために残しておくべきものなんだから。無駄なことなんてしなくていい。都政の羽はそうやわじゃないんだから。ううん、もう一つ方法があるよ。方法はもう一つある。委員長の体を取り返せばいい。いけない。あまりにも危険だ。そうかもね。でももう誰かが私から離れるのは嫌なの。愚か者が、どういうつもり？ドラマの主人公にでもなったつもり？ヘドガで。あの頑固者はあなたに諦めるように言ったんでしょ？キアナ、彼女を助けたい？私に勝つことすらできないのに。勝ったとしても彼女は助からないのに。この体は私のものだ。彼女の力で私の体を乗っ取るってありえない。私の体がなければ彼女の力は回復しないんだよ。
かる？勝ち目なんてないの。死ぬしかないんだって。死ぬしかない。愚か者。いいでしょう、そんなに戦いたいなら最後まで付き合ってあげる。キアラ、そしてあなたも、そうまでして。友達には優しいけど、敵に対しては手加減しないんだ。これが完全なる誠意、完全なる負荷、完全なる私だ。復活してから今まで敗北を味わったことがない。キアナ、あなたの強さはオット、ケビン、デュランダルと比べてどうなの？自分の力を思い知れ、バカ者。私は公平を重んじるタイプ。あなたが槍を使う、私も使わせてもらう。心からま…これは槍じゃない。私を怒らせる。同じだ。
難しくなるから。絶望的でしょ。どこ？キアナ、私が導いてあげる。これでも食らえ！来なさい！本気なの？
少しは落ち着いたかな、キアナ。ほら、これが私とあなたの実力の差なの。あなたは私に勝てない。勝てないんだ。考えてみて。この戦いに何の意味がある？その結果に何の意味をもたらす？この世界に必要なのは私の力です。私の方だ。あなたが負けるのは当然のことなの。私がいるよ、キアナ。あなたが私に与えたダメージは瞬く間に回復するけど、あなたはどう？傷が増える一方でしょ。忠告するよ、キアナ。全部埋め。そうだね。でもここは現実じゃない。あんたの意識空間だ。だから私に勝てる隙があるとでも。寝言は寝てから言いなさい。それは私が手加減したから。什么要帮那个废物？为什么？
キアナ、控制你的力量，回忆起我教你的。神者，变化之极，要万物之为本，不可以形结者也。太虚剑气，神韵。谢谢你，提安娜。绿者就交给我了。幻境即将解除，你回去吧。这一次大概是永别了。等一下，班长，应该还有其他办法。或许吧，但这是我的使命。赤原仙人，我没有说谎。我经历了太多的背叛和欺骗。班长，我绝对不会欺骗你。玉雪只能陪你到这儿了。信任我的人也都被我殃及。我很强大，不用担心殃及到我。无论怎么努力，都挡不住岁月的流逝。最后，我还是孤单一人。我不会让你孤单一生的。提安娜，你怎么会在这儿？如果封印被破坏的话，啰嗦的，那我就再打爆他一次。想从我身边逃走，门都没有。おかしい。
なぜ私は負けたの？力も速度も精神力も胆力も私の方がずっと上なのに。私が律者だから、失敗するのも運命なの？気づいたんですね。当然、いくら自分を騙そうとも、力を全部使った時に、いや、もっと前から。気づくべきでした。でも認めたくなかった。私は意識を操る律者。何かを否定するなんてたやすいことでしょ？たやすいはずだった。結局最後までなりたかった人は私じゃない。倒したい相手こそ私だった。私は周りを嘲笑ってきたのに。結局私が一番のピエロでした。この世界に公平なんてない。そうでしょう。律者に生まれたのは、あなたのせいではありません。崩壊の意識はずっとあなたの心の中で、あなたを染めようとしていました。しかし、あなたが屈することは一度もありませんでした。私もそこにいたからわかるんです。あなたが邪悪の化身、崩壊の傀儡でないことを知っています。私はこの体を捨て、あなたはその中から生まれました。この体はあなたのものですが、今はまだ渡せません。ごめんなさい。私を必要とするものがまだいるんです。やるべきこともまだ残っています。あなたの精神はもうボロボロだってこと知ってるでしょ？もし私が死んだら、あなたも死にますよ。ええ、知っています。崩壊の意識がまだ私たちを見ていることも知ってますよね。今のあなたが体の主導権を握ったとしても、崩壊の侵食に抵抗できます？律者の力に耐えられます？全力で抗ってみせます。だから、力を貸してほしいんです。ありえない！力を貸してほしい？バカじゃないですか？貸すわけがない。死ねばいいんです。同じ体を共有する？考えるだけでも虫唾が走る。
私は負けた。あなたこそが不可。私は誰でもない。もう二度と会うことはありません。さようなら。私はここを去ります。止めることなどできません。どこに行くんですか？あなたには関係ないでしょ。私がどこに行こうが私の自由です。私は意識の律者ですからね。二度と出会うことがないようせいぜい祈っておいた方がいいですよ。ありがとう。あなたのためじゃありません。何かしたいならすればいい。私とあなたはもう何の関係もない。じゃあね。体がなければ崩壊の侵食はますます苛烈を極めますよ。全力で対抗します。たとえ負けたとしても、私に勝てる人がいると、私は知ってますか？それじゃあ。